河合健二は日本の作曲家、編曲家、東海大学工学部原子力工学科中隊、直美音楽院中隊。本人が自分のことをカーイと表すため、カーイさんと呼ばれている、インストゥルメンタルバンドである、フォックスキャプチャープランの河合秀弘い、サントラ界の大御所として知られており、アニメ、ドラマ、映画、ゲーム等、 幅広いメディアミックス作品で活動している。河合によれば、その作品のビジュアルから音を引き出していくため、何もない状態から音楽を作ることは苦手と述べている。アニメでは映像ができていない場合が大半であるため、絵コンテのビジュアルから音楽を作るという。感覚的な音楽作りを得意とし、映画、黒百合団地の各曲制作時間は1曲4、5分という。 速度だったという。映画はそれほど見ないが、北野武史の映画は、前作見ており、男は辛いよは前、シリーズ好きだと語る。父の影響で幼少時から音楽を聴いており、小学生時にはフォークを中心に、中学生時には、洋物ポップスばかりを聴いていた。高校生時には初購入した、エレキギターがきっかけでバンドを作ったが、そのせいで浪人する。この頃、バートバカラック。 森山良子、ディープパープル、サンタナなどを聞いていた。大学生時には音楽クラブに入ったせいで中退し、親の手前で音楽の専門学校に入ったが、こちらも半年ぐらいで退学する。しかし、その頃から作曲の仕事が入るようになった上、ある歌手のバックバンドのリハーサルコンテストの張り紙を見て、本物の大学生との混成バンドを結成し、応募する。 バンドは優勝したが、お金になる仕事には恵まれず、結局は河合だけがギタリストとして活動することになり、自然消滅する。その頃から、自宅録音に興味を覚え、舞台や CM 音楽などを手掛け、劇とも作曲家としての活動を開始する。自宅スタジオには、当時、矢沢徹などが年中訪れていたという。1986年、上岡義晴監督。 すみきみほ主演のダーク系、ファンタジー映画、精霊のささやきを担当。映画、赤いメガネで、押し守ると出会い、以後、機動警察、パトレーバーや、広角機動隊の劇場版の作曲を担当する。ブラッティー・マラリーなどのフランス映画、美しき野獣、南極日誌などの韓国映画でも作曲を担当する。また、日本のテレビ番組の BGM としても利用されることが多い。 2012年には紅白歌合戦のメインテーマを担当。2015年には大河ドラマ、花もゆの劇と盲曲を担当した。2005年、AMD アワードのデジタルコンテンツオブザイヤーに出品されたイノセンスでベストミュージックコンポーザー賞を受賞。2008年、第41回シッチェスカタロニア国際映画祭に出品されたスカイクロラザ・スカイクローラーズで 日本人としては3人目となる最優秀映画音楽賞を受賞。2009年、イート・金沢で名人賞を受賞。2017年、仮面ライダービルドの音楽を担当したことで、佐橋敏彦に続き、日本を代表するキャラクター作品で、コンパチヒーローシリーズの53夜にあたるウルトラシリーズ、仮面ライダーシリーズ、ガンダムシリーズに参加した作曲家になる。 NHK テレビ、朝日テレビ、東京富士テレビ、中京テレビ、関西テレビ TBS 楽曲提供。ありがとうございます。